公園女子学院中等科、高等科は東京都杉並区公園寺南二丁目にある私立中高一貫女子校。創立はメルセス選挙修道所会の修道所、福車マドレ・マルガリタが1931年に設立した公園学院女学校に始まる。同じ敷地内に公園女子学院初等科が存在。幼稚園として公園女子学院幼稚園。 公園女子学院日の幼稚園がある。また、姉妹校として山口県萩市に萩公園学院がある。以前は高校受験も行っていたが、現在は中学受験のみである。あなた方は世の光、地の塩である世の光というのは他者を照らす目立つような中心的な存在になるということ。反対に世の塩とは自らの承認欲求を抑え、 人に見られていなくても良い行いをするということ。双方をバランスよくできるようになることが、学校目標である。12世紀、スペインのカタルニア地方の領主カルロス・カルボンは仕組んで、ある、アラゴン王の援助に出向き深い手傷を負った。これを知ったアラゴン王が見舞いに訪れるとカルロスは、傷口から流れる自分の血に四本指を浸し、騎士の命である金色の盾にさっと線を引き、 感謝と忠誠を示したという。これがアラゴン王国の国章となった。1218年にメルセス会が誕生した際、当時のアラゴン王ハイメ一世によって特別に使用が許可された。そしてこれにメルセス会発祥の地であるバルセロナの大司教が白い十字架を添えたという。これがそのまま交渉となっている。基本的に県部は禁止だが聖書研究グループ。 聖花隊は、剣部か。生徒の8から9割がいずれかの部活に入っている。灰色と紺色の縞模様のネクタイ、紺色のジャンパースカート、長袖白色のブラウス、黒色のローファー、学校指定の白ソックスが正式な制服である。ただし、11から3月は、黒タイツを着用。そして全て学校指定である。また、紺のジャケット、紺のセーター。 紺のハーフコートもある。夏服は、紺のジャンパースカート、半袖のブラウス、黒のローファー、学校指定の白ソックスが正式な制服である。なお、2021年度から夏服が変わり、紺のプリーツスカート、ベストが加わる。ブレザーは正式な場では着用しない。入学式、卒業式では、カフスボタン着用していたが、現在は異なる。 以下の八つの生活部と呼ばれる全員参加の委員会がある。ありがとうございます。